ろしくお願いします。実はですね、名古屋には日本一のものが結構たくさんあるらしいんです。自慢できるものがいっぱいあるわけです。私もですね、愛知県瀬戸市出身、ほぼ名古屋ということで、どんどん県外の皆さんに名古屋を自慢していきたいと思っています。そこで今日は名古屋自慢を皆さんにたっぷり伺っていきたいと思います。名古屋の自慢を教えてください。名古屋の自慢は何もな、何もないよな食べ物じゃなくてもいいんですよ。何でも、文化でも場所でも。いや、特に思い当たらない名古屋に住まれてるんですよね。名古屋ですよ、うん、名古屋お好きで大丈夫ですか。まあまあ、どっちでもっていう感じかなちなみにどちらの方で。僕、三重です。三重から見て名古屋どうです。わ、すごい街やなと思います。そうですよね、はい、どんなところがいいと思います。いや、都会は店多いし、人多いし。名古屋に住みたいなって思いますか。は、別に思わないです思わないって言われちゃいましたけど。うなぎが、ひつまぶしがうまいぐらいじゃない。やっぱり食べ物ですか。食べ物しかないでしょう。うんうん、けど楽しい、楽しい。特に何もないんですよ。多分名古屋の人みんな言いますよ。何もないよな夜楽しいかなって感じです。錦のクラブとか、クラブ栄えてるんでクラブ行ったりとか、あとなんか、わかんない食べ物美味しいとことか、食べ物美味しいし、なんか街が結構コンパクトで、なんかすごい妻も気に入ってて、まあ、住みやすいなと思います。いろいろ転々としてきた中で、名古屋は何番目くらいにいい街だと思います。1番、2番争うと思ってます。お二人どちらの方ですか。名古屋です。お、名古屋の方、はい、名古屋自慢をズバリ教えてください。名古屋自慢、味噌カツヤバトンですか。味噌カツヤバトン美味しいですね。週にどのぐらい食べるんですか。週に1回は食べますね。あ、すごい好きですね。はい、よく食べます、ね、名古屋のソウルフード的な、はい、スガキ屋ですね。お好きなんですか。子供の頃からよく食べてます。安いのに美味しい。あ、安いのに。なんか似てますよね。双子と双子。あ、そういうこと。うわ双子と双子、珍しい。ちょっとこっちから名前聞いてもいいですか。稲垣創生です。創生。海生です。海生。講師。講師。レイジです。あ、皆さん何歳ですか。18です。え、なんか目が錯覚しそうめちゃくちゃ似てますね。名古屋自慢、せーので、いいですか。じゃあ、はい、こちらのお二人、創生くんと海生くんは、せーの、モーニング双子なんか他の県だとモーニング食べれないみたいな、あ、なんかつかないみたいな感じらしいんで、はい、魅力です。そこは男と言ったら串カツみたいなどういうことですか。なんか味噌、名古屋イコール味噌。じゃあこっちは全然バラバラでしたけれども、一斉にお願いします。せーの、ひつまぶし。おお、絶対そろえ、絶対そろえてないって感じ。ひつまぶしよ。すごい。一番好きな食べ物はじゃあ何ですか。ひつまぶしです。本当に。あ、本当にそうなんですか。合わせてくれてます。いや、ひつまぶしです一番好きな食べ物。ひつまぶしですなるほど。名古屋自慢はじゃあやっぱ食べ物が多いですね。みんなモーニングとか串カツとかひつまぶしとか。味噌が美味しいとか名古屋だから、うん、確かに味噌煮込みうどんとか、うん、美味しいかなって。すごい、味噌煮込み美味しいです
年はお年だからやっぱり味噌煮込みになっちゃいますよね。味が深いんじゃないかな、お味噌でも。熱いのと味が濃いのといいんじゃない、それで。名古屋自慢はその暑さは嫌なところじゃなくて自慢で大丈夫ですか。ベタっとした暑さがいいんじゃない。あ、はい、逆に自慢。はい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 、こういう暑い時に味噌煮込みを食べると。すいません、もう反対されてますけど。今から食べに行く。暑さは自慢じゃないですか。私は暑いの苦手なので、どうして名古屋に生まれ育っちゃったんだろう。もっと文化的な徳川美術館とか、あなたの得意な国は。東京の人をお連れしたんですよ。はい。で、車がね、あんまり暑くなっちゃって、チンチコチンって言ったら分からなかったね。はい、確かに私もそれでびっくりされたことあります。はい、あ、そう。うん、なんだ、名古屋なんだ。あ、私そうなんです。瀬戸市出身で。名古屋自慢は何になります。私がさっき名古屋弁って言ったのは、その名古屋弁ってその表現力が豊かだと思って、ただ暑いんじゃなくって、もっと暑いっていう感じがその言葉で表現できると思いません。思います、思います。暑いっていうのはチンチコチン、チンチコチンでしょみたいな、もうよく言ったチンチコチンだがねみたいなね。例えば鉛筆でも綺麗に毎朝小学校の時に削っていくじゃない。でもその先端のことなんて言います。トキントキンでしょ。だからただ先端が綺麗に削れてるのじゃなくって、もう私の鉛筆今日トキントキンだからっていうと、もうその鋭さじゃないですけど、その具合をその形容詞とか副詞をより豊かに表現してるような言葉じゃないかと。トキントキンよりもドッキントッキンですか。そうですよね。チン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 って本当になんかそういうところありません、名古屋弁って。あります、あります。こう感情が入ってるところですね。そうです。名古屋、名古屋でもやっぱりそういう言葉と雰囲気みたいなのがやっぱり名古屋の良さだよね。確かに。標準語では表現できない部分を名古屋弁は上手に表している言葉がたくさんあるなって思います。その通りですね。納得していただいたわ。その通り、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。良い自慢を。あ、すいません。味噌煮込みうどん、いってらっしゃいませ。名古屋城。名古屋城のどんなところが好き？公園が近くにある。なんで好きなの？いろいろ遊具とかあるから。まあでも名古屋城かな。ドキドキしたいかな。けど桜も綺麗な。綺麗ですよね。公園が多い。あ、こう緑の面積とか木の数とか街中なのにたくさん緑がお散歩するとこが多いっていうか。なるほど。都会の中にある緑の面積は。そうです、そうです。名古屋ってさ、なんか都会って一部だもんね。あとちょっと離れると緑すごく多いと思いません。確かに。サッカーが好きなんで名古屋グランパスで日本中日だ。本当に頑張ってほしいです。頑張ってほしいですね。辰野が新監督になって。生産車とか、まあ他にもいろいろバーミキュラとか。イケメンや可愛い子がたくさんいることです。イケメンや可愛い子たくさんいるかな。なんかいます。あ、どうかな。可愛いです。なんか全然言葉詰まってたけど大丈夫。はい、大丈夫です。そこが自慢ですか。はい、そこが自慢です。確かにね、私そう言ったことあるんだけど、名古屋三大ブスって言われるじゃない。仙台と名古屋と、まいことか。あれ失礼だよね。失礼です。失礼です。ね、失礼です。そんなことないですよ。名古屋はイケメンと可愛い子が多いんですから。多いです。ね、多いです。ありがとうございます。はい、すごいいいこと言いまして、ありがとうございます。あ、名古屋、仙台、水戸。水戸です。失礼、本当に。
から見たらやっぱり動物園のでかさとか水族館のでかさはとてもやっぱりレベルが違うなと思います。あとこれからできるジブリ、それから あそこもあの港のレゴ、あ、レゴランド、あそこも結構あのマイナーチェンジですごい進化してるので孫はもう最近になったら泊まりに行きたいって言ってます。でも家族で遊ぶにはじゃあすごく自慢できる場所がいっぱいあるわけです。そう思いますよ。あの長女は三重に住んでるんですけどやっぱり名古屋だとそういう大き なんか会場がいっぱいあるので連れて行ってあげるというのと、あとはなんか新幹線が止まるっていうのも結構この周りの県からしたらすごいことだっていうことが最近分かりました。便利だし子供も乗りたいからわざわざ名古屋に来るんです。私たちも名古屋育ちだからそんなのは普通なんですけど、意外とちょっと周りの子供たちだったら新幹線乗りたいとかあのドクターイエロー見たいとか結構ポイントですよ名古屋。